まあ、シンド選手とインドネシアと続けて当たって、まあ、結果的にはちょっと負け方も同じ形になってしまいましたけれども、インドネシアと今日の試合全く同じ感じだったのか、ちょっと違うところがあったのかというところをまず教えてください。やっぱり長身の選手なので、一番メインとして気をつけないといけないことっていうのは、先週も今週も、まあ、同じだったんですけど、やっぱり少なからず先週と同じ展開、2ゲーム目の、まあ、後半、まあ、前半 の11行くぐらいまでにちょっと先週と一緒だなっていうふうにそこで思って、そこ先週ダメだったことをちょっと思い返してやったんですけど、なんかスピードを上げようって思うと空回るというか、なんかあんまうまくいかなくて、ちょっとそこで混乱しちゃった、どうしていいか分かんなくなってしまったのが今日の一番の範囲かと思います。一番良くなかったのはどこが良くなかったっていうのは何かありますか？そうですね、2ゲーム目の後半あたりから少しずつ自分の球がラリーをしていたんですけど、それまではこっちから出すアウトにする展開がすごい多くて、今日なんかは本当に体力っていう面でもちょっとまだ余力が残ってましたし、体力面ではまだ力は残っていたんですけど、まあ自分でもこうなんで出ちゃうのか分かんなくて、昨日までもしっかり入ってた球が少しずつ入らなくなるっていうのが、やっぱり気持ちの面で少し引いて怖がっていたのかなっていうのが、まあ、今試合を振り返るとそういうふうに思います。佐野選手と続けてファイナル戦ったことがプラスにはできそうですか？そうですね、1ゲーム目の戦い方はプラスにはなるかと思うんですけど、やっぱりミスっていうのは自分にしかどうにもできないと思うので、ちょっと2週同じ負け方っていうのが自分の中では納得がいかなくて、まあ、精神面では先週よりもまだいい状態で戦い抜けたと思うんですけど、またビデオ見て反省したいです。来週タイムありますけれども、どうやって戦いましますか？まあ、気持ちを切り替えて、ここで終わりじゃないので、そうですね、来年の4月までは何があっても気持ちを切らすことなく、前だけを見てやっていきたいと思います。